ないと思うけどさ。まあ、ないだろう。うん。だから大体レンタカーでしょ。なんかレンタカー会社からもらうでしょ。そういう説明もしてるだろうし。うん。そうだよ、レンタカー会社がさ。だと思うけど。うん。さすがにレンタカー会社が払えませんさ。それも裁判でしょ。いやいや、お宅の車買ったんだ。レンタカー会社って嫌だな、そういうの。怖い怖い。こういうとこってさ、確かにそういう人たちがいっぱい借りてくれるからめっちゃ儲かる反面、そう、なんか事故とかも多そうだなって思ったら、なんかめんどくさそうと思って。なんかこうやってドラレコつけてるんですよ。あ、切り替えてる。あ、一応なんか切り替わってる。どうしようかな。どのルートで行こうかな。トスコで飯食う、うん、とかかなと思って。うるせえもんな。なんか、うん、まあ、美味しいはまだうるさくねえんだけど、その辺のどっかで落ち着いて食べようかなって。うん、そういうのはとてもじゃないけど、ヒヤヒヤして落ち着かねえなと思って。ちょっと右回ってもよかったんだけど。まあいいよ、別に。あ、ここじゃねえや。もうすぐ綺麗だね。うん、まだ美味しいで食うの早いからさ。本当腹壊しちゃった。どうなんだろうとか見ながら乗ってた。まあでもチャイナは多かったよ。あ、なんかこの辺の店員さんって働きたくねえだろうなって思って。一番最悪なのはやっぱなんだかんだでスバルラインだと思うけどね。留学生とかそういう人たちが逆に働きやすいのか。どっちも喋れるんだったら強いから。あ、そっか、あれやんのか、オーバーやんのか。オーバー明日じゃ、あ、今日日曜日、うん、オーバーリア台で見るか。あ、でも曲が入るからな。めっちゃ曲入るんだよ、MF ゴーストは。だってあちこち曲だらけじゃん。そう、車を乗しても曲だらけじゃん、うん、あれは家で見るの限る、オーバー。うん、あのバリバリ伝説は結構静かだからいいんだけどさ。あ、こっちか。ちなみにバリバリ伝説はあの主人公の名前なんていうの未だに分かってる。俺も忘れちゃった。寝癖がひでえ主人公しか。あの時のアルコールチッカーかと思った。何が？いや、一時停止もし、まあ、相当前の話だけどさ、相当尺に触ってるから一生寝りますよ。あ、イベントやっとるのか。なんかイベント駐車場だったよ。まだ今日やってんのこれ。ああ、なんかもうだって今日あちこちいろいろやってんじゃん。腹減ったな、トニーを噛むにも。大磯で食う、大石、早いかな。大石はちょっと、だってまだそこでとどまるわけじゃないし。まあね。うん、めんどくさ。すげえ腫れてきちゃった俺も。腹の減り具合がなんか超えちゃったよ。ちなみに買ったのはアジフライと天ぷらと山菜の、ね、あとは豆腐とあなたのピザとあとフランクフルト。明日山のもんだろ。行動食とお昼も買わなきゃ。あとバターロールね。うん、別になくてもいいけど。いや、結構大事だよ行動食。だってあそこ行くんでしょ。どこの登る？勝山でしょ。いや、わかんない。何も調べてねえ。俺、勝山の登る気だったんだけど、あんなちょびちょだったら別にどうでもいい。勝山のその先が気になる。あ、いいよ、別に。まあ、大丈夫。どれぐらいかによってから、ちょっと調べてからですよ。うん。そんなに決体でもないとは思うけど。あ、イベントやってないね。先週だな、これ。先々週だっけあったよ。常にあの看板置いたんじゃない？ここでハワイって書いてあるのが一番あるな。だいぶ紅葉してる。あそこ、河口湖も今あれじゃん、もみじ祭りやってんの。あ、やってるわ、やってる。黄金祭りみたいな。あ、やってんじゃん、また。そのもみじ祭りみたいなやつ。あれ、1000円取るやつか、金ね。あ、書いてあるんですよ。いや、取られねえんじゃないこれ。なんだよ、1000円って書いてあって。嘘、
あ、こっからか。あ、こっからだ、こっからだ。有料です、書いてある。出ます。あ、美味しいに止めて。あ、こっからだ、こっからだ、こっから。美味しいに止めて、あるけど。1000円。1000円。1000円。あっちもちなみに1000円。さよなら。3連休だからいろんな意味で書き入れ時でいいじゃん。ビューライン笛吹き。そこはここにホテルか。綺麗だ。高そう。高そうだよな。高そう。なんか襖みたいなのがある出入り口は。そういうとこ絶対高いじゃん。これ人の家なのかな。またそこ来て。これ人の家かな。え、これ多分なんか食わして。腹減った。どうやったっけ、超腹減っちゃった。ダメだ、腹減りすぎた。かぼちゃ。よし、かぼちゃもらおう。本当はあれも欲しかったから塩。くそ、下にある。次の信号で捕まりますよ。かぼちゃだったらそのままで使うかもしれない。俺塩派。これだから。だってもともと甘いのに、ね、必要ないじゃん。これだからいいよ。アイビーの色。このぐらいの速度で出すのがちょうどいい。寒いのが違う。まあね。ご飯だけあって。キロ制限。40キロ。人に対しても2キロでいくか。ダウンジャケット着たほうがいいと思ったんだね。ちょっと早く衣替えしなきゃいけない。だいぶきつくなってきた。あの朝はまだいいんだけど、帰りがやっぱ冷え込むな。夫婦とか、なんか払い損だよなって思っちゃう最近。